ボクシングのライトフライ級世界に団体王者、テラ事件ロ郎、BMB が来年1月23日にエディオンアリーナ大阪で、世界ボクシング協会、WBA、老級1位の元王者、カルロス・カニサレス、ベネズエラと防衛戦を行うことが14日発表された。同じ工業で11月の開催予定が延期された WBA 世界フライ級タイトルマッチも実施され、 同級1位のユーリアクイマササトル、倉敷森スが王者アルテムダラキアン、ウクライナに挑戦する。キックボクシングから転向したナスカワ天心、定剣のプロ3戦目となるノンタイトル8回戦も行われる。2月24日には東京、両国国技館でトリプル世界戦が行われ、世界ボクシング機構、WBO、スーパーフライ級王者の中谷淳と、MT、 がバンタム級に階級を上げて世界ボクシング評議会 WBC 同級王者のアレハンドロ・サンティアゴ、メキシコに挑戦する。延期された WBA バンタム級タイトルマッチでは井上拓馬、大橋が元スーパーフライ級世界王者のジェルイン・アンカハス、フィリピンを相手に初防衛戦。WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦では世界3階級制覇王者で同級1位の田中恒生。 中ラニー・クリスチャン・バカセグア・メキシコと対戦する。